菅さん、2050年に温室効果ガス排出実質ゼロを宣言していますが、ひろゆきさんは2050年の日本と世界の交通手段、交通違反はどうなって思いますか？あ、でも可能だと思いますよ。要するにその、日本人めちゃくちゃ減れば、ガスの排出量超減るんですよ。で、毎年今日本人50万人減ってるんで、30年後だと多分1500万人ぐらい減ってるじゃないですか。そうすると、もう排出ガスとかめっちゃ減ってるし、発電量もそんなに必要なくして、例えば、新築マンションとか建てるとめちゃくちゃエネルギー必要じゃないですか。でももう50年後日本人ガンガン減ってるんで、新築マンションなんて誰も建てないと思うんですよ。なので、少子化をどんどん加速させて、その日本を不景気にすればするほど、排出効果ガスゼロに近づくので、菅総理は言ってること正しいし、ちゃんとその方向に進んでるので、彼は優秀なんじゃないでしょうか。